許可取って俺らの視界に入ってきてんだよ。なんだ、痛くて苦しいの？おお。じゃあ痛み感じられなくなるまで痛ぶってやるぜ。おい、まずいよ。 とりあえず財布ですので邪魔だ。許して。 さすがや。またな、キルちゃん。
その気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっちおいでって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私、マイって言います。もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな、美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います。かわいいよ、食べちゃいたいくらいだ。本当ですか。やだ、恥ずかしい。けど嬉しい。舞は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね、舞のおごり。乾杯しよう、二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すごい、強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私、今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。ああ、乾杯しよう。素敵。もううっとりしちゃう。あら、どうかした。お客さん大丈夫ですかい。おい、おい、なあ、あんた大丈夫か。やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。ま、勉強代だと思いなよ。
こを見て。あ、あ、前って言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私、ただの使いっ走りなんです。あの、今ならこの間の店開いてます。だから、仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは。この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。いいだろう。それじゃあ、俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。おお、
いらっしゃいませ。いい体してますね。いや。あ、そうなんですか。でもいいですよね、筋肉ある人って。なんだ。え？いや。ん？それも全然。がっしりしてる。うん、はあ、会話を盛り上げるのって難しいですね。はい。実は私まだキャバのお仕事始め。おお。それはもちろん。ん？というかですね、私幼稚園の子。私が男だったらお客として毎日キャバに通うところですけど。はい、私女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国。更衣室だって入りたい放題な。おお。女同士だから全キリュウさんも男の人のことが好きになれば。お給料いいじゃないですか。変わっそうなったらピンチです。こんないい今のうちにできるだけ稼いで。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし。でもなかなかお金がたまらなくて。それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。得してるん。そうだな。あー、確かに歩かなくなってからちょっと体が楽になりましたし。どうだ。そっか、キリュウさんいいこと言いますね。それじゃあ、それにお金が苦しくなってきたらきっとキリュウさんが助けてくれる。おいおい。おしゃべりしてるとご飯屋さんの。おお。で、
おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて、それはそれでいいんですけど、たまには私の方からお店を紹介したいんですよね。なんだ？そうなのかな。おいし、だから同じお店にばっかり何度も通っちゃ。そうだな。とはいえ、そういう失敗も含めて、いろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。ですよね。そうだな。それいいかも。店に入るのに勇気がいるってだけで、食べたいって思ってる子は結構いるんです。本当ですか？実は行ってみたいお店があるんですよ。いや、ありがとうございます。キリュウさん。本当？ちょっと遊んでから。いらっしゃいませ。ある日突然、別の子と付き合いたいから別れてほしいって言われて。ええ、やっぱり一度気持ち。そうだな。そうですね。なんだか私。そうだったんですけど、それが彼女と結婚すること。何？いえいえ、日本人。なんでって日本。あれ、言ってませんでしたっけ。もちろん女の子ですよ。そうですね。だからとりあえず異性と結婚する人もいるそうですし。そうだな。そうですよね。だから私もそのメールを見て、思わず幸せになれよって返事しちゃいました。だといいな。もうあれ、頼む。はーい。
なんか…なんだ？それが…私…おお。それで、カラオケが…なるほど。私、それが全然理解できないんですよね。まあ、一人ならその人の勝手ですけど…なんか、私の知らない歌謡曲ばっかり入れて、合いの手も入れられないからじっと聞くだけで全然盛り上がれなかったの。あんなに辛いカラオケは初めて。別に。そういう押し付けが嫌なんですよね。好きなものだけど。ああ、何頼みます？頼む。はーい。私。おお。違う違う、女の子の愛だ。大人だって好きですよ。年下の子がガン。それでこの前握手会に行ってきたんですけど、もうね、顔は超ちっちゃいし、でも超スベスベだし、ほんと。そうそう、ママに見られるだけじゃなくて、二人でを超近くで見つめられてやばかったよ。それじゃあ、おさ…おいおい、いや、ありがとうございます。キリュウさん、
できません。
何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな、持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、
お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ。キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ。おじさん。おじさん、何か食べ物。この子死んじゃうよ。いらっしゃいませ。
おおっいらっしゃいませ。ありがとう。お客さんどうです？遊んでいきませんか？どうです？絶対に上のこと好きだ。ねえ、ちょっと寄ってって。さあ、絶対満足させますね。
Oh.
おじさん、何か食べ物こっ。ありがとう、おじさん。あれ、どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。ふーん。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。水を持ってきた。ありがとう。でもこのままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。この子、さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんとユミお姉ちゃんだけ。
ったから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナに逃げたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、分かった。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。
そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ。他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？いや。了解。じつけてね、キリュウちゃん。